日比谷平安門の日比谷平在門大正10年1月9日は明治期の宝石実業家。東京富士ガス宝石や日清宝石など宝石業に深く関わり、東京商業会議所副会頭を務めた。越後国肝原郡村建村の旅宿営業者、大島映造の三男として生まれる。万円元年より、 江戸日本橋掘り止めの面師面下トン山津本や斉藤康介の下で奉公し、後日比谷けの養子となる。明治11年に独立して、浅草区茅山に面師選士店を開くが、松本や廃業によりそれを受け継ぎ、事務所掘り止めに移して、面師面下を扱う卸商、日比谷商店を設立。福沢諭吉に学び、県資業を営む一方、 宝石の将来性に着目し、東京富士ガス宝石を設立し、専務取締役。明治34年頃、森村一左衛門の婚姻により、武藤山次、和田豊次、佐久間福太郎と共に、日清宝石、金ヶ淵宝石の設立に関わり、日本宝石界の巨人と言われるようになった。大正8年には、埼玉県の所沢銀行を買収して、日比谷銀行と解消。 免業相手の金融を手掛けるとともに、中国にも視点を持った。その他にも第一生命保険、九州水力電気などの設立、経営に携わる。また、大正5年に、慶応義塾大学の医学科振興のため寄付を行い、学児の振興にも努めた。ありがとうございます。